直開始。お願いします。ちょっと今2016年の10月なんですけど、ちょっと昨日さ、三権美写、ちょっと気持ち悪いニュースが入ってきまして、なんかその三浦さんが出場停止処分になっちゃったっていう、そういう話なんですけど、なんかすっきりしないなっていうかさ、なんか嫌な感じ。身の学位、まあ、その話は後でしますからね。ちょっと今将棋に集中したいと思うんですけど、なんかさ、将棋連盟さ、あれでいいんですかねっていうさ。あ、これはふんどしが、ふんどしの刑、今銀もらいますか。で、か、あ、角で取るわけじゃないんだ。今一回金を上がっこうかな。おっと、それは金上がりますね。2分30秒。こうやったら角引かせて歩を取っちゃう。さすがに取り込みは無理だと思いますから、さすがに角を見捨てるという手はないですよね。で、こう取ると。うん、で、角を引く。あー、ちょっ、まあ、まあ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 、こうでしょう。まあ、銀を繰り出して、まあ、これも銀を上がっちゃってさ、で、こう、堂々と、バーンとね。まあこれはね、順当にいけばね、勝ちですけどね。これはいっぱいこうやりたいよね。やっぱり角道を使いながら王手。あ、そうやるんですか。それは随分と消極的だけど。垂れ歩、一回垂れ歩、相手歩がないので受けづらいと思うんですけどね、これね。次もう5五金とかやっちゃう手もあるし、まあ6、ああ、まあ、でもまあこうでしょう。これ、うん、あ、これはまあ角を上がっとく。で、飛車で取ると。で、取る相手は受けるしかないと。まあこれは取ってもいいけど、まあ引いといて次になんか4筋に回ったり。あ、てか時間負けてるやん、これ。ちょっと待って。そんなにうかうかさ、優勢な将棋に浮かれていてはいけませんよ、これは。優勢に浮かれていると、これはさ、まあまあまあ、こうでしょうね。この角筋がね、角筋がやっぱりきつくなってくるんで。で、まあ、歩で押さえちゃって、で、あ、取るの。で、伸ばしてき、あ、ちょっと相手投げやりになってね、これ、ちょっと。投げやりですよ、これ、やり投げ。やり投げ、私はね、見事な将棋じゃった。しかし、真の猛者はこんなもんではないんじゃぞ。うん、あのさ、なんか体育でさ、やり投げやったことあるんですけど、高校の時に。全然飛ばないんですよね。3メートルぐらいしか飛ばない。まあ、それはどうでもいいとして、2016年の10月なんですけど、なんか将棋連盟が、なんか三浦さんを、なんかその2016年いっぱいまで出場停止処分に したっていうニュースが入ってきたんですよ。三浦さんは、竜王戦の挑戦者になることが決まっていたんですけども、その、対局中になんか離席が目立つっていうか、なんかその、将棋盤を離れて別の部屋に、その退席するっていうのかな、そのちょっと失礼みたいな感じで別の部屋に行くことが多くて、なんかそれが不自然だと思って、なんか将棋連盟が聞き取りをしたらしいんですよ。ちょっと三浦さん、どういうことなんですか、なんでか、なんか妙にあの将棋盤を離れてなんか退席離席が多いですけども、どういうことなんですかって聞き取ったらしいんですよ。で、どういうことかっていうと、最近そのコンピュータープログラムの発達が著しいじゃないですか。だからそのパソコンとか、そのスマートフォンとかに、その、なんていうの？ボナンザじゃないな、技巧なのかな？要するにそういうコンピューターのソフトを入れておくと、その次の一手のなんかおすすめ
とかそういうのを教えてくれるらしいんですね。だから次の手悩ましいな、これ非常にこう難しい、次の一手が難しいっていう局面で、その将棋盤を離れて別の部屋に行って、自分のスマートフォンにダウンロードされてるプロ、将棋ソフトでピッピッピッってやると、次の一手は4八銀がおすすめですとか、そういうのが出るらしいんですよ、そういうのが。うん、だから、でもそういうの不正じゃないですか。で、そういう不正を三浦さんがやったんじゃないかって疑う人がいて、どうなんですか三浦さんっていうふうに聞いたところ、いや私はやってないって言うんだけども、私は不正なんかしてない、ソフト出しなんか一切やってないって三浦さん本人は言うんだけど、じゃあなんで離席が多いのかって、なんでそんな頻繁にその席を離れる必要があるのかってことに関して、なんか明確な説明がなかったって言うんですよ。うん、でその明確な説明がなくて、ないまま時が過ぎてしまって、なんかその要するに三浦さん本人からのなんかけじめがついてないみたいな、そんな理由ですよね。うん、三浦さんはそのなんかそういう疑惑を持たれたままでは対局ができないから、しばらく休場したいなんてそんな話もしていたんだけども、休場届が出されなかったので、将棋連盟として三浦さんを、ね、三浦弘行九段を、2016年いっぱいの出場停止処分にしたっていう、そういうニュースなんですけど、ちょっと分かりにくくて申し訳ないんですけども、要するに、その、三浦さんに対してソフト指しの疑惑があると。うん、で本人は否定してるし、別にそのソフト出しをした証拠なんかどこにもないし、別に将棋盤を離れたからといってそのソフト出しをしているなんていう、そんな根拠にはなり得ないんだけども、でもなんか要するに疑わしいと。で疑われたままではなんか対局できないから休場するって、要するになんかちょっと降りかかってしまった火の粉が降りかかってしまったからとりあえず身を引きますみたいな、そんなこと言ってたんだけど、でもそれを実行しないから出場停止処分にしたっていうんだけどさ、どういうことなんですかね。要するにソフト疑惑をかけられたからには、ソフトなんていうの、将棋ソフトを一切使ってないことを証明しないと出場停止処分にしちゃうっていう話なんですかね。なんかすごい理不尽さしか感じないんですけどね。なんか痴漢冤罪みたいじゃないですか。お前さ、女の子のお尻触っただろ。いや触ってません、僕は触ってません。触ったってさ、被害者の子が言ってんだよってさ、いやだって触ってませんって、だって誰がその私はお尻触ったって見たと思うんですかってさ、本人、その被害者本人がさ、実際にその私の顔を見て顔と手確認したんですかってさ、あー全く犯罪者のやつらはつべこべ言うなってね、そのさ、かわいそうだと思わないのかってね、触られたって今泣いてんだぞってね。うん、もしお前がね、女子高生のお尻触ってないって言うんだったらさ、証明してみろよこんなのってね、証明できなかったらお前は有罪だっていうね、なんかそれに近いもの感じるんです。すごくね、非常にこう理不尽さしか感じないんですよね。第一さ、ソフト指ししてないことを証明しろなんて無理な話じゃないですか。それ悪魔の証明っていうんですよね。痴漢してないことを証明しろっていうさ、痴漢していないことを証明しなかったらお前は有罪だそんなのねえっていう。だから証明すべきはそのさ、三浦さんがソフト出ししてることを証明しろって話であってさ、もしも三浦さんが不正やってるって言うんであれば、三浦さんが確かにそのソフト出ししてることを証明してみろよってね、話なんですよ。うん、だから証明はされてないわけですよ。だって証明しちゃったら2016年いっぱいの出場停止処分なんかそんなんじゃ済まないですからね。もう最悪は除名もありえますからね。将棋連盟除名も十分考えられるぐらいのことですから、最低でも1年間の出場停止ぐらいは食らうでしょうね、当然ね。だからまあそのくらいの事態になるんで、この前将棋連盟は対局の時にそのスマートフォンやパソコンなど持ち込みすることを禁止っていう風にしたじゃないですか。でさらにその対局中にその例えば将棋会館に対局するんだとしたら、将棋会館の外に出ることも禁止ってしましたよね。つまりそのスマートフォンとか持ち込んでないけれども、
そのよそでパソコン使ってソフトで検討したりとかすると不正になってしまうので、そういう不正な対局を防ぐために、そういうふうにそのコンピューターソフトがね、そのプロの将棋にそのなんていうかな影響を及ぼさないように、そういう措置を取ったじゃないですか。でそれに対して羽生さんも、まあ、基本的にその将棋連盟というのは性善説で成り立ってるんだけれども、コンピューターソフトが発達してしまった今、まあその性善説でね、本人を信じるってだけではしょうがないから、そういうわけにもいかなくなって、まあそのスマートフォンやパソコン持ち込み禁止ってことになったのは、まあしょうがないのかななんて思うっていう、そういうなんか無難なね、まあ、非常に無難なコメントを残しましたよね。本当羽生さんって無難なことしか言わないですからね。まあしょうがないですよね、第一人者で。羽生さんの発言はもう将棋のプロの発言っていう風に見なされちゃうところがあるんで、無難なことしか言えないんですけど、でもさ、そうやって無難な、その、とりあえず不正を防ぐための無難なルール改正をやったわけじゃないですか。だからそれでいいじゃんって思うんですけどね。だから、それ以前に起こったさ、その離席が目立つとかさ、なんかその将棋盤離れて別の部屋で何やってんだろうとか、それはさ、もうさ、いいじゃん、もうそれはもう。だって、本人がもうさ、その、不正なことしてないって言ってる以上さ、それ以上追及する必要ないっていうかさ、理不尽じゃないですか、だって。ねえ。で、今回さ、その2016年いっぱい出場停止処分ってなったらしいんですけど、要するに、なんか要するに、白とも黒ともはっきりつかないから軽い処分にしたって感じじゃないですか。要するに、こいつは痴漢したか痴漢してないかよくわかんないと。うん。要するに、本人は否定してるし、痴漢したっていう証拠ないと。証拠ないんだけど、でも被害者の女の子は泣いてる。この人にやられましたって言って、ワンワン泣いてると。だから、要するに、なんかその、本当は有罪にするためには有罪であることを立証しなきゃいけないんだけど、でも、無罪ってしてしまうと、なんか被害者の人権はどうなんだとか、そんな風に言われちゃうし、なんか示しがつかないみたいなとこあるから、まあ、じゃあとりあえず罰金1万円で手を打ちましょうみたいなね。1万円ぐらいならそんなに痛くないでしょ。で、一応罰したことにして、一応その、大した処分じゃないけど罰したから納得してよみたいなさ。なんかそういう感じですよね。非常にこうさ、すっきりしないっていうかさ、って思うんですけどね。まあ、今回のその将棋連盟の決定に、将棋連盟が三浦さんを出場停止処分にしたことに関して、私はもう、ふざけんなと思いますけどね。なんだよ、それってね。でもさ、そういう意見を、なかなかね、将棋界っていうのは言えないんですよね。やっぱり将棋のさ、プロ棋士っていうのは、将棋連盟とがっちりがんじがらめじゃないですか。もう将棋連盟の決定にはもう逆らえないというか、非常にこう、将棋連盟 本部というか、その、本部の権力っていうのは非常に強いですから、ちょっとさ、三浦さん除名じゃない、三浦さん出場停止処分はおかしいんじゃないかって、言えないんですよね。だから羽生さんも当然言えないですよ。だって、羽生さんがもしそんなこと言っちゃったら、それはもう、将棋連盟をもう揺らすことになっちゃいますから、言えないじゃないですか。で、若手の棋士たちも言えないですよ。だって、そんな若造の分際でさ、ね、1年、2年前にプロになったような、そんな立場でさ、将棋連盟のおいら方に口出すなんて、そんな恐れ多いことできないですよね。だって、本当にその、将棋連盟って縦社会だからさ、先輩たちの言うことはもう絶対みたいなとこあるじゃないですか。だからもう言えないわけですよ。将棋連盟の決定ってなったらもう言えないんですよ。うん。若手棋士は言えないでしょ？じゃあその先輩や年配の棋士なら言えるのかって言ったら、そういう人たちは自分がそれを言っちゃうと、その、一個人の発言じゃなくて、その非常にこう、偉い先生の意見ってことになって、非常にその意見を無視することはできないっていうことになっちゃって、非常にその将棋連盟をグラグラと揺らすことになっちゃうわけじゃないですか。だからそれでそういう意味でやっぱり言いにくいわけですよ。だから若手も言いにくいし、年配のそのベテラン棋士も言いにくいってことで、非常にこうさ、将棋連盟っていうのは非常にこう、なんていうのか、自分の意見が言いにくい、そう閉鎖的空間になっちゃってるわけなんですよね。
じゃあファンの側からやっぱりもうちょっと刺激してやらなきゃいけないと思うんですけど、それもやりにくい。どうしてかというと、やっぱり将棋ファンの人たちってさ、あんまりその将棋連盟に口出ししないじゃないですか。しないですよね。なんかあんまりその将棋連盟の先生たちのやることだからしょうがないみたいな感じでさ、自分たちのような素人が口出すことじゃないよねっていうかさ、だってプロっていうのはもう神様なんだから、だってもうなんていうのかな、将棋のその気力って意味でも全然違うわけじゃないですか。まあそのアマチュアのトップレベルだったら若干その太刀打ちできないことはないかもしれませんけど、まあ基本的にアマチュアなんてさ、もうプロの2枚持ちでも本気でやったら勝てないわけですから、そんなさ神様に口出しするなんて恐れ多いわけですよ。だから言えない、言わないんですよね、ほとんどね。というわけで、どうしてもそのなんていうのかな、うん、何かおかしなことがあっても言えないっていう、そういう閉鎖的雰囲気っていうのがあるんで、それが非常にこう根を深くしてる、問題の根を深くしてるなって私は思うんですけどね。まあそんな風に将棋連盟っていうのは閉鎖的な組織ですから、三浦さんは濡れ衣だって言ってますけども、そんな自分は不正なんかしてないとね、濡れ衣を着せられたって言ってますけど、でもさ、私はやってない、やってない、絶対やってない、ソフト出しなんかさ、そんなさやるわけないじゃないですか、濡れ衣だ濡れ衣だって言い続けることができればいいんですけども、でも多分その濡れ衣濡れ衣って叫び続ければ叫び続けるほど、三浦さんのその将棋連盟の中での立場ってどんどん悪くなる一方なんでしょ。所詮そういう組織でしょ、将棋連盟って。ですよね。だからどっかでさ、なんか要するに妥協しないとさ収まらないんですよ、多分。多分だからね、想像するに三浦さんはその2016年いっぱい出場停止処分になって、2017年の初めに私は決して、将棋ソフトを使って対局するようなそんな不正は一切犯しておりません、しかし、将棋連盟の方や、ファンの皆様に誤解を与えるようなことをしてしまって大変反省しております、申し訳ありませんでした、まあ、そんなようなこと言うんでしょ、どうせ。要するに自分は悪くないよ、別に不正はしてないけれども、不正をしたと疑われたことは悪かったみたいな、そんなことを言って落とし前つけるんじゃないですか、どうせ。そんなところでしょ、結局落としどころっていうかさ、ねえ、そうでしょ。だっていや、三浦さん全然悪くないんですよね、うん、悪くない。ただ日本ってみんな、日本ってさ、将棋界に限らずさ、日本って閉鎖的ですよね。結局さ、そのなんだ、その会社の社長だろうとさ、なんだろうとさ、自分悪くない、この人は別に悪くないよってことを分かってんだけど、でも火の粉かけられちゃったら申し訳ありませんって謝んなきゃいけないみたいなとこあるんですよね。この前ほら、国会議員のさ、片山さつきっていうさ、バカ女にさ火の粉かけられた河本さん見てみたいなもんですよ。別に河本さん何も悪くないじゃん。でも何も悪くないけど、火の粉を振りかけられちゃったら、すいません、大変誤解を与えるようなことをしてしまって大変申し訳ありませんでしたって記者会見で謝んないと、その謝れば、いやいや君分かった、君悪くないよって日本人の人たちは言ってくれるんだけど、でも謝らないで、俺悪くないぞって、何にも悪くないんだから俺は謝る必要ねえよって、そうやって突っぱねると、いつまで経っても叩かれ続けるっていうさ、そういう話じゃないですか。ふざけんなと思いますけどね、そういう日本社会のさ闇っていうかさ、うん、で将棋連盟っていうのは閉鎖的なんで、日本という閉鎖的な社会の中で特に閉鎖的なのが将棋連盟ですから、なおのことは三浦さんは突っ張り続けることできないでしょうね、きっとね。自分は悪くない、不正なんかしない、だって謝っちゃったら自分はなんか悪いことしたみたいじゃないですか。申し訳ありませんでしたって言っちゃったら、自分はそのなんか不正やってたみたいに思われちゃうから、自分は謝んないよって。何にも悪くないのに将棋連盟の本部っていうか、その理事の連中が勝手に自分に対して何かさ濡れ衣を着せただけだってね、ふざけんなって。そうやってその徹底的にガンガン戦ってほしいなと思うんですけど、うん、戦ってほしいなと思いますよ、うん、だからなんか弁護士と相談してるって言ってますよね、三浦さんは。なんか弁護士と相談して今後の対応を検討するって言ってるんですけど、でもまあ弁護士とね相談して裁判なりやってほしいと思いますよ。
出場停止処分おかしいんじゃないかってさ、将棋連盟相手に裁判してほしいなと思いますよ。で、裁判所で勝ったとしたら、勝ったとするじゃないですか、三浦さんが勝ちってね、将棋連盟の理事の理事たちのオイラ型の判断は間違いっていう風に裁判所の判決が出たとするじゃないですか。そうすると、まあ、当然その出場停止処分は取り消しにはなりますが、だからといって三浦さんがその将棋連盟の中で温かく向け入れられて、本当に三浦先生申し訳ありませんでした、本当につ、大変つまらない不正疑惑などをかけてしまい、その本当に申し訳ありません、本当に名誉を傷つけてしまって、本当にその恥ずかしい決定をしてしまった、申し訳ありませんでしたっていうふうに将棋連盟のその本部のやつらが記者会見してさ、なんかその一斉に頭を下げて三浦さんに向かってですよ、三浦さんに向かって一斉に頭を下げればいいと思うんですけど、でもそうなるだろうかってね、でも頭下げるまでは言ったとしても、頭下げたとしても結局なんていうのかな、その結局その問題の主人公って三浦さんじゃないですか。だから悪いイメージは結局三浦さんが引きずることになるんですよね。将棋連盟っていうのはさ、まあ、会長の谷川さんの対、なんていうの、会長の谷川さんだけが別に権限握ってるわけじゃないですから、だから結局その将棋連盟っていうその顔がない組織と三浦さんを比べたら、やっぱりキノコがやっぱり三浦さんに降りかかっちゃうわけですよね。そうすると別に裁判で三浦さんが勝ったとしても、結局そのなんていうのかな、三浦さんがその汚名をなんか引きずっちゃうみたいなことがあって、結局ギクシャクは残っちゃうんですよ、だから結局のところ三浦さんが誤解を与えてしまい申し訳ありませんっていうふうに謝、なんか中途半端な謝り方をして落とし前をつけるのが一番こう平和的ってことになっちゃうんですよ。そうでしょ。なんかさ、何年か前にさ、新潟県の、関川村ってとこでなんか田舎町の祭りに参加しなかった人に対して町内会長が、お前ら伝統ある祭りに参加しないんだったらゴミ箱を使うの禁止って言って、それが原因で裁判になったじゃないですか。で、裁判でそういう、なんていうの、町内会長のそういうやり方はいけませんっていう判決は出たけども、でも結局そのなんていうのかな、その田舎のやる田舎のさ、集落で起こる出来事に関して東京の裁判所で判決出すなんてなんか不自然みたいな、そんな感覚で結局ギクシャクしたままでしょ。結局そういう村、なんか村社会に裁判が出てくるのはおかしい、村社会のことは村の長が決めるみたいな、そういう風潮ってやっぱあるわけですよ。で、将棋連盟も同じことで、やっぱり裁判ってなっちゃうと、なんかその裁判したくないんでしょうね、やっぱり将棋連盟にしてもね、だからなんかさ、その火の粉が降りかかってきたら結局損をかぶるしかないっていうさ、その状況っていうのはどうなのさって思うんですけどね。だからその他のプロ棋士たちも、明日は我が身かもしれないと思ってビクビクしてるだけじゃないですか。もしなんか下手なこと言って自分までソフト疑惑かけられてさ、出場停止なんてなっちゃったら大変だと思って何にも言いません。いや、私は何も、ちょっと、いや、三浦先生かわいそうだけど、いや、ちょっと分かんない、ちょっと分かりません、ちょっと将棋連盟本部の発表を待つしかありませんとか、ねえ、なんかさ、すっきりしねえなぁと思いますけどね、本当と。いや、別に私は三浦さんのファンってわけじゃないですよ。別に三浦さんを特別に応援してるってわけじゃないですけど、特別に三浦さんのファンじゃないけど、なんか今回の件に関して三浦さんは非常になんかさ、かわいそうっていうかさ、なんか非常にこうなんか理不尽さしか感じないんですよね、なんかね。まあそんなわけでね、そういう話です。ありがとうございました。